用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはタガノパッション、ベアエルンヌ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくベアエルンヌ行きました。続いて前へ行くのはブインシュプラン、さらにはベラジオソノダナブ、7番タガノパッション。その後ろ先手を取ったのはベラジオソノダナブ、ギャラクシーナイト。それに続いています。外には湘南マグマ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。シーズンビッチ上がっていきました。エンパイアウエスト、そのうちに続いています。すぐ後ろにフライライクバード、これに続いてドクタードリトル、新た、その前に進出ダンディズム、すぐ後ろ赤の帽子クリノプレミアム、その後ろ隣にはサトヌエルドール、その後ろにシリウスコルト。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。最後方にアスプワイルドモア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ8番ベラジオソノダナブ、まだ粘っています。外を通ってブインシュプラン、ギャラクシーナイト3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はベラジオソノダナブ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シーズンリッチ先頭、外にいるのはシリウスコルト、シリウスコルト、かわした。シーズンリッチ離されていく。シリウスコルト降臨。シーズンリッチ2着です。3番手にはドクタードリトル、勝ったのはシリウスコルト、このレースを制したのはシリウスコルト。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。ダッシュよく飛び出したのはベラジオソノダナブ、さらにはシーズンリッチ、4番フライライクバード、その後ろ先手を取ったのはシーズンリッチ、内からはベアエルン、外には湘南マグマ、内からクリノプレミアム、その隣にギャラクシーナイト、これに続くのがシリウスコルト。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。エンパイアウエスト、そのうちに続いています。この集団にドクタードリトル、ダンディズム、それに続いています。これに続いてアスクワイルドモア、並んで7番タガノパッション、その外に新たサトヌエルドール。この馬もこのグループ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。もう一度先頭に戻りましょう。8番ベラジオソノダナブ、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてベラジオソノダナブ、まだ粘っています。2番手は湘南マグマ、ギャラクシーナイト、3番手、後続も追い上げていきます。ベラジオソノダナブ、このままいけるでしょうか。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭を行きます。ベラジオソノダナブ、ウィンシュプラン先頭、引き離しにかかる。差が開いていきます。先頭はウィンシュプラン、1着でゴール、2着にはどうやら新たウィンシュプラン、見事このレースを制しました。スタートしました。シリウスコルト好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシリウスコルト腹に立ちます。その後ろからはベラジオソノダナブ、この馬も上がっていく構えです。後方に控えたのがタガノパッション、さて先頭を見てみましょう。ベラジオソノダナブ先手を取りました。その後ろにウィンシュプラン、外にはシリウスコルト、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。これに続いてギャラクシーナイト、すぐ隣に湘南マグマ、ベアエルン、その前に進出、その外にクリノプレミアム、並んで4番フライライクバード、シーズンリッチ、それに続いています。内からはドクタードリトル、その横にダンディズム、内を通ってエンパイアウエスト、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここに新た、その後ろからはサトヌエルドール、隣にはタガノパッション。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ8番ベラジオソノダナブ、まだ粘っています。外を通ってシリウスコルト、ウィンシュプラン、3番手、後続集団も追い上げにかかります。シリウスコルト先頭、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。シリウスコルト先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎきれるか。一気にドクタードリトル、ギャラクシーナイト、差はほとんどない。ドクタードリトル、ドクタードリトル、1着、2着は微妙です。ドクタードリトル見事このレースを制しました。
スタートしました。ポンと飛び出したのはエンパイアウエスト、ベラジオソノダナ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくクリノプレミアム行きました。続いて前へ行くのはベラジオソノダナ、タガノパッション。後方に控えました。もう一度先頭から。先手を取ったのはウィンシュプラン、青の帽子、ベラジオソノダナ。その後ろにクリノプレミアム。この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。ギャラクシーナイト、それに続いています。すぐ後ろにエンパイアウエスト、外にはフライライクバード、ここにつけたのがウェアエルング、その外に湘南マグマ、この位置にシリウスコルト、その横にシーズンビッチ、内から新た、ここにドクタードリトル。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。その外からダンディズム、その後ろにタガノパッション、外を通ってサトヌエルドール。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はウィンシュクラン、2番手はクリノプレミアム、ベラジオソノダナ、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ウィンシュクラン先頭、離れてベラジオソノダナ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ウィンシュクラン先頭です。外にはフライライクバード、フライライクバード先頭、最内から一気にドクタードリトル並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。わずかにフライライクバード体勢有利。スタートしました。ポンと飛び出したのはウィンシュプラン、ギャラクシーナイト。この馬も好スタートを切りました。予想通り先手を取りました。ウィンシュプラン、2番手にはギャラクシーナイト、さらにはベラジオソノダナ、15番シーズンビッチ、その後ろ先手を取ったのはベラジオソノダナ、湘南マグマ、それに続きますフェアエルング、そのうちに続いていますエンパイアウエスト。この馬もこのグループ。その外からクリノプレミアム、その横にフライライクバード、その外にシリウスコルト、ここにつけたのがダンディズム、並んで6番アラタ、内を通ってタガノパッション、その隣にドクタードリトル、これに続くのがアスクワイルドモア、しんがりからサトヌエルドール。 1000m を通過。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてベラジオソノダナブ、まだ粘っています。2番手はギャラクシーナイト、ウィンシュプラン3番手。後続集団も追い上げにかかります。ベラジオソノダナブ、このままいけるでしょうか。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭を行きます。ベラジオソノダナブ、外の方からシリウスコルト、シリウスコルト、差し切るか。シリウスコルト、シリウスコルト、勝利です。2着はウィンシュクラン、シリウスコルト、見事このレースを制しました。スタートしました。ベラジオソノダナ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りベラジオソノダナ、さらにはウィンシュプラン、9番ギャラクシーナイト、その後ろウィンシュプラン、先手を取りました。これに続くのがシーズンリッチ、フライライクバード、そのうちに続いています。隣にはクリノプレミアム、ここにフェアエルン。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。外を通ってシリウスコルト、ここにつけたのがダンディズム、アラタ、すぐ後ろ、その横にドクタードリトル、並んで12番アスクワイルドモア、内を通ってエンパイアウエスト、外にはサトヌエルドール、しんがりからタガノパッション。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から。一気に先頭に立ちました。8番ベラジオソノダナブ、さあ先頭はまだ8番ベラジオソノダナブ、まだ粘っています。2番手はギャラクシーナイト、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ベラジオソノダナブ先頭、間が空いてギャラクシーナイト、さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所。先頭に立つのはウィンシュクラン、外から足を伸ばします。ダンディズム、一気にドクタードリトル、ダンディズム、ドクタードリトル、わずかにドクタードリトル、体勢有利。スタートしました。ポンと飛び出したのはエンパイアウエスト、ベラジオソノダナブ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはベラジオソノダナブ、さらにはシーズンリッチ、9番ギャラクシーナイト、その後ろ先手を取ったのはベラジオソノダナブ、ここにつけたのがウィンシュプラン、間が空いて湘南マグマ、内からフライライクバード。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。クリノプレミアム、
それに続いています。すぐ隣にベアエルング、これに続くのがシリウスコルト、内を通ってドクタードリトル、並んで6番アラタ、これに続いてタガノパッション、外にはサトヌエルドール、この集団にダンディズム、しんがりからマスクワイルドモア、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。では前の方から、2番エンパイアウエスト一気に先頭に立ちました。さあ先頭はまだ2番エンパイアウエスト、ウィンシュクラン、ほとんど差がありません。ベラジオソノダラブ3番手、後続集団も追い上げにかかります。ウィンシュクラン先頭、ベラジオソノダラブその後ろ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭にウィンシュクラン、内側にフライライクバード、あと100、ウィンシュクラン厳しいか、フライライクバードかわす、フライライクバード。2着争いを制したのはシーズンリッチ、勝ったのはフライライクバード、このレースを制したのはフライライクバード。